はい、では今日はですね、世界ナンバーワンの企業経営アドバイザー、マイケル・ガーバーって誰？という動画をご紹介していきます。で、私たちのこの一般財団法人はですね、もともとこのマイケル・ガーバー氏との出会いによって始まっています。で、あまりこのガーバー氏のことをご存じない方のためにですね、ゼロから彼についてご紹介したいと思っています。で、ガーバ氏は、まあ、こういった風貌なんですけれども、世界ナンバーワンの企業経営アドバイザーというふうに言われています。で、まあ、英語だとですね、スモールビジネスですね、スモールビジネスのグルと言われています。で、グルというのは権威というですね、権威がある人ということですね。で、もともとですね、この称号というのは彼自身が言い始めたことじゃなくて、このインクマガジンというですね、雑誌、まあ、この雑誌で世界ナンバーワンのですね、スモールビジネスのグルだと。いうふうに言われたことがきっかけになっています。で、このインクという雑誌はですね、日本では出版されてないので、あまりご存知の方がいらっしゃらないんですけども、企業とかですね、経営とか、まあ、そういった分野に関する世界的な有名な雑誌ということになっています。で、かなりの老舗なので、まあ、アメリカとかだとですね、まあ、ほとんどの経営者は知ってる雑誌になっています。で、この雑誌にマイケル・ガーバー氏が世界ナンバーワンのスモールビジネスのアドバイザーとして紹介されたということですね。で、プロフィールはこちらになっています。で、生まれがですね、1936年6月20日ということですね。で、1977年にマイケル・トーマス・コーポレーションという会社を作っています。で、この会社はですね、今も存続してまして、今は名前が変わって E-MIS という会社になっています。で、マイケルというのはマイケル・ガーバーのマイケルですね。で、そしてトーマスというのは当時のですね、ビジネスパートナーの名前、これをくっつけて、マイケル・トーマス・コーポレーションというふうになっているわけです。で、そして、1986年に E-MIS という本を出します。で、まずですね、このマイケル・トーマス・コーポレーションという会社は何をしている会社かというと、中小、または成長企業向けのですね、経営者向けのビジネスコーチングの会社ですね。で、ガーバ氏曰くですね、当時としては世界最初だったというふうに言われています。世界最初のビジネスコーチングの会社ですね。これを作ったわけなんですけれども、で、この会社でそのクライアント向けに教えている内容っていうのを E-MIS というですね、本にして出版したというのが1986年になっています。で、この本もですね、結構売れたんですけれども、ガーバー氏の名前が一気にブレイクしたのは、その後のですね、1995年 E-MIS Revisited っていう本を出した時ですね。で、この本は、さっき申し上げたその E-MIS という本の改訂版ですね。もう少し分かりやすくですね、書いた本になってまして、これが一気にブレイクして、ガーバー氏の名前も有名になったということになります。で、この本はですね、実は今でもかなり売れてる本で、まあ、世界的に見てですね、ビジネス書というと、例えば7つの習慣とかですね、ビジョナリーカンパニーとか、まあ、そういった本が日本でもかなり有名ですけども、実は世界ではこういった有名な本を抑えて、経営者向けのですね、アンケートでナンバーワンの評価を得ている本になっています。で、出版部数としては世界700万部ですね。だからかなり売れてる本になっています。で、この本が売れと同時にガーバー氏の名前も有名になって、まあ、今に至るということになっています。で、これが E-MIS Revisited っていう本なんですけども、これ Amazon のキャプチャーを取ってきたんですが、まあ、見ての通り、レビューも非常に多くついていて評価が高いというのがわかると思います。で、日本だとですね、翻訳本が出てまして、初めの一歩を踏み出そうという本です。で、これは今私たちがバイブルにしている本なんですけれども、で、これもですね、2003年に出版されて、評価も多くいただいて、しかも高い評価をいただいている本になっています。で、日本だとですね、大体今で10万部ぐらい出版されているというふうに言われています。で、この本日本でも売れていてですね、特に Amazon でいつもベストセラーに入っています。で、Amazon のですね、ジャパンが発表したオールタイムベストビジネス書100っていうのがあります。で、これは Amazon がスタートしてから売れ続けてる本ですね。そのベスト100を選んだランキングなんですけれども、そこにも入っているということで、まあ、今でもですね、非常に多くの経営者がこの本を手にしていただいてます。あとですね、税理士さんとか、そういった経営者向けのですね、ビジネスをされている方が、この本をですね、その経営者の方に紹介していただいているということで、今でも口コミでかなり広がっている本になっています。で、基本的に私たちはこの本をベースにした内容ですね、コーチングの内容を
日本の経営者の方々にお伝えしているということになっています。でなぜですね、これほどガーバー氏の考え方とか今言った本ですね、これが支持されているのかということなんですけれども、3つぐらいあるかなと思ってまとめました。1つ目はですね、世界で初めて中小成長企業向けにビジネスの仕組み化、英語で言うとシステム化ですね、これを提唱したということです。でそれまではやっぱり俗人的なですね、経営のやり方っていうのが一般的だったんですね。でそこにこの仕組み化っていうのが大事だよというのをですね、啓蒙したことが非常に大きなインパクトがあったわけですね。でそれがですね、非常に多くの人から支持されている一つ目の理由ですね。で二つ目が、なぜ大半の企業は失敗するのかを解説したということですね。でこれは本の中でですね、起業家の神話ということで詳しく書いてありますので、興味ある方はですね、まずそちらをご覧いただくといいかなと思います。あと我々のホームページもですね、かなり詳しく書いていますので、そちらをご参照いただくと、より詳しくわかるかなと思います。で、これが二つ目。で、三つ目はですね、彼一人の経験だけではなく、7万社の成功体験、失敗体験を体系化したということですね。で、よくですね、ありがちな経営者向けの本っていうのは、大体ですね、一人のコンサルタントとか、一人の経営者が自分で学んできたことを書いて、それを本にしたと。いうケースが多いんですけれども、で、そういった本はですね、読み物としては確かに面白いんですけれども、その読んでる人とですね、その書いた人のやっぱり環境が違ったりするわけですね。環境とかその人の性格とかですね、能力が違ったりするわけです。なので本を読んでもなかなか自分の環境に置き換えて、使えないということがあると思うんですけれども、ガーバー氏の本が優れているのは、これは彼の経験を書いた本じゃなくて、彼が今までにコーチングとかコンサルティングしてきた、世界7万社と歌ってますけれども、7万社の成功体験とか失敗体験を全て含めて体系化したものだということですね。だから本当に経営の原理原則が書いてあるということです。というわけで、その本に書いてある内容っていうのは、他の会社、その読者の会社にもですね、同じように通用すると。いう内容になってますので、そこが大きく支持されている理由かなと思います。で、以上が簡単なご紹介なんですけれども、より詳しいエピソードっていうのをご紹介していきたいと思います。で、まず彼はですね、若い頃、グルジエフという人に傾倒しております。で、若い頃っていうのは20代とかですね、30代ぐらいの頃ですね。で、このグルジエフという人は、ほとんど知ってる方いないと思うんですけれども、一部のですね、熱狂的なファンがいる思想家ですね、神秘思想家というふうに言われています。実はガーバー氏も若い頃はこの人の本をですね、かなり読んで傾倒をしていたというふうに言われています。で、おそらく私の予想だとですね、このグルジエフからガーバー氏は、この人間という生き物のその本質というかですね、真理を学んだんじゃないかなと思います。実はガーバー氏は、そのさっき言ったコーチング会社ですね、これを作る前は別に自分でビジネスの経験はなかったんですね。にもかかわらず、その経営者向けのコーチングで大成功したということで、まずなぜそういうことができたかというと、やっぱり人のですね、本質をすごい理解していたのかなと思います。で、おそらくその思想というのはこのグルジエフから始まっているんじゃないかなと思います。これはあくまで私の予想ですけれども、この影響がかなりあるんじゃないかなと思います。あと若い頃ですね、20代、30代の頃は、実は流浪のユダヤ人ということで、で最初の会社を始める前は実は保険とかですね、百科事典のセールスマンをしていました。でそんな中でですね、そのビジネスコーチングのネタを見つけて、それを元に起業するということになるわけですね。なので、それまでは実は普通の人だったということです。で、ある時にですね、ガーバー氏はそのシリコンバレーの社長とですね、出会うわけですね。で、これは親戚の人から紹介されて会うんですけれども、でガーバー氏は当時その営業をしていたので、営業に関しては詳しかったんですね。で、その紹介されたシリコンバレーのですね、社長というのは、商品はあるんだけど、売れなくて困っていたわけです。なので、その間に入った親戚の人は、ガーバー氏に、その、シリコンバレーの会社の、そのセールスを手伝ってもらうということをですね、目的に、その二人を引き合わせたんですね。で、結果としてですね、そのガーバー氏は、そこで気づいたのはですね、シリコンバレーの非常にハイテク企業のですね、社長であっても、実はこうビジネスというのは仕組みであることを知らなかったということに気づくわけですね。で実はガーバー氏というのは営業の時には、この営業っていうのは仕組みだと。ステップバイステップのプロセスがあって、それに乗っ取ってやればうまくいくんだっていうことを営業の中で体験してたんですね。でシリコンバレーの、そのハイテク企業の社長ですら、そういった基本的なことを知らないということに気づいてですね、もしかしたらこの自分が持ってる仕組み化っていうノウハウ、この考え方を広めていくとすごいことになるんじゃないかと
ということに気づくわけですね。で、それで、さっき言った最初の会社っていうのを立ち上げるわけです。で、それがですね、ガーバッシュの、その起業のきっかけ、になるわけですね。で、その後ですね、実は起業した後ですね、わずか2年でコーチングの現場を離れます。まあ、現場を離れるっていうのはどういうことかというと、まあ、コーチングというのは要するに、その経営者向けに1対1で、こうアドバイスをしたり、まあ、ヒアリングをしたりとかですね、そういった支援をするわけなんですけれども、まあ、非常に属人的な仕事ですよね。本当はそのガーバー氏にしかできない仕事だったんですけれども、彼はそのコーチングのやり方っていうのを仕組み化したんですよね。まあ、営業のやり方と同じように、コーチングにもステップがあるということで、そのコーチングのやり方っていうのを仕組み化してですね、自分じゃなくてもできるようにしたんですね。で、そこで人を雇って、未経験のコーチをですね、一人前のコーチに育てて、自分と同じように経営者向けにコーチングできるようにしたということですね。で、それによって、わずか2年で彼はその現場から離れることができたわけですね。で、その後、例えば、さっき出てきた本を出したりとかですね、世界中で講演したりして、その会社のブランドっていうのを作っていったわけですね。で、それができたのが、非常に彼は有名になったですね、大きな理由かなと思います。なので、営業だけじゃなくて、コーチングのやり方との仕組み化して、現場から抜けることができたということですね。で、ここは実はほとんどのですね、コンサルタントとか、有名なコーチとの大きな違いですね。ほとんどの有名なですね、コンサルタントとかコーチっていうのは、まあ、自分自身がやっぱり現場で働き続けないと、その成り立たないモデルになっちゃってるんですね。なので、どうしても対応できるお客様、クライアントに限りがあるというのが実態なんですけれども、彼はそのコーチングのやり方というのを仕組み化したことで、今までに7万社のですね、ビジネスを支援してきています。で、これが他のコンサルタントとかコーチとは完全に異なる点なんですね。なので私はその彼を紹介するときには、マイケル・ガーバッシュというのはそのアドバイザーとかですね、コンサルタントではなくてですね、起業家であるというふうに言っています。彼は世界一優れたコーチではなくて、世界一有名なコーチング会社を作った起業家だということですね。ここは決定的な違いになっています。で、2005年ですね、69歳にして新しいビジネスをスタートしました。で、さっき言った通り、1977年に最初の会社を作って、まあ、その会社は今でも存続している、大成功している会社になっているんですけども、その後ですね、2005年に、まあ、当時彼はもう、ビジネスに関してはほとんど月1回ぐらいのミーティングで回るようになっている、要するに会長職だったんですけども、で、おそらくもう1回こう自分の人生を作り直したいと。まだやり残していることがあるんだということに気づいてですね、69歳にして新しいビジネスをスタートしました。で、それがドリーミングルームっていうですね、企業家向けのプログラムになっています。で、実はこのドリーミングルームっていうのを彼が作ったことが、私がそのガーバー氏に出会った、まあ、大きなきっかけなんですね。で、2005年に彼はその前からやっていたビジネスをですね、完全に手放して、新しい会社でこのドリーミングルームっていうですね、プログラムを世界展開させようということでスタートしたわけです。で、そんな中ですね、2010年に私がガーバー氏に出会うということですね。で、この写真はもうちょっと後の写真なんですけども、ガーバー氏と出会ったのは2010年ですね。なので、彼が新しいビジネスを始めると決めて、2005年にスタートしてから5年経ったぐらいですね。で、当時彼はちょうどですね、このドリーミングルームっていうのを世界中に展開したいということで、考えていたわけですね。で、私もですね、ちょうどガーバー氏のそのコンテンツ、考え方を日本に広めたいということで、まあ一致してですね、で、それでお付き合いが始まるということになったわけですね。で、2010年にですね、まあ最初に私が出会ってから、その後、20数名のですね、日本人のそのファシリテーターの方をですね、まあ、ガーバー氏のところにお連れして、そのドリーミングルームっていうさっき言った新しいプログラムですね、で、これを広めるということをですね、一緒にやってきました。で、その後いろいろありましてですね、まあ、結果として今は彼のドリーミングルームっていうのはそういった形では広まってなくて、今オンラインにですね、全部移行しております。で、それがこのラディカル U っていうですね、やつですね。で、これはまあ e-learning のプログラムになっていて、さっき言ったそのドリーミングルームっていうですね、プログラムの内容を学べるものになっています。で、まあこれ英語しかなくてですね、実はかなりちょっと難しいですね、内容は。なので正直言うと、万人にはお勧めしてないんですけれども、さっき言ったちょっとガーバー氏のですね、深いコンテンツを学ぶのはこのラディカル U というやつが、利用できるようになっています。で、内容全部英語になってまして、その内容を聞いてですね、宿題を出したりしないといけないので、ちょっと英語のスキルがないとなかなか前に進めないんですけれども、今はそのオンラインで提供するという形になっています。
ただまあ今言ったようにですね、かなり深い内容になってますので、まあ、内容はいいんですけれども、初めてそのガーバ氏の内容というか考え方を知るにはちょっと難しい感じになっています。なので初めての方はさっき出てきたですね、本、初めの一歩を踏み出そうっていう本ですね。こちらがまあ一番おすすめですね。こちらを読んでいただいて、そのビジネスの仕組み化というのは何なのかとかですね、ガーバ氏のそのメソッド、考え方というのはどういうことなのかっていうのを理解していただくのがいいかなと思います。はい。ということで、今日はですね、簡単ではありましたけれども、初めての方向けにですね、このマイケル・ガーバ氏のプロフィール、そして彼の実績というのをご紹介してきました。